例の渡月の残党から連絡が来たの。比叡の山中のある座標に行けと指示されたわ。おびき出して情報を探ってみるつもりよ。一緒に来てもらってもいいかしら。ええ、もちろん。でも私たち二人なら、おびき出したらそのまま倒して捕まえる方が手っ取り早いんじゃない？それは向こうの出方次第ね。まずは指示された場所へ行って姿を現すのを待ちましょう。分かったわ。比叡の山に向かいましょう。指示された座標はもう少し先よ。このまま進みましょう。杏花、まだ不安を感じている？自分の存在が頼りないって。そうね、重ねのおかげで少しは和らいだけれど、でも今はやるべきことに集中しましょう。焼き尽くすわよ。私たちでやるわよ。破れ！そこ聞いてるわ。10
畳みかけるわ。これで終わりみたいね。いいえ、まだよ。そこにいるのは分かっているわ。こっちに出てきたらどう？くっ、捕まえる準備ができていなければわざわざ声をかけたりしないわ。さて、それじゃあ話を聞かせてもらいましょうか。どうやらここに来ているのはあなた一人みたいね。
その顔、強化と同じ。予想していたことではあるけど、やっぱりあなたもデザインチルドレンの一人なのね。言っておくけど、たとえポープ博士の脳科学技術でもベイブのデータ復旧は不可能よ。無駄骨だったわね。ふっ、戦慄だな。どういう意味？この状況で強気に出るのは得策ではないと思うけれど。必要なのは技術や知識ではない、お前の脳そのものだ。ポープ博士の記憶を持つただ一つの脳。そういうこと。私の脳を使って新しいベイブを建造するつもりだったのね。え？ベイブはあらゆる事態を想定し対処するための無数の計画を用意していた。今の状況もその一つに過ぎない。本体の機能が損なわれた場合はスペアを使用する。我々トゲツはその計画を忠実に遂行するだけだ。あなたをかわいそうに思うわ。もう命令する者もいないのに、他に生き方も知らず、行く場所もなく、与えられた命令をただ実行することしかできなかったのね。かわいそうなのは自分の方だろ。何ですって？崇高な目的に従っている限り、私は迷いも不安もなく常に幸福なまま生きていられる。それに比べてお前はどうだ？目的を失い、存在価値を失い、不安に怯えて毎日を生きるしかない。私たちの話を聞いていたの？聞かずともわかる。私とお前は同じ価値のない命だ。ただトゲツだけが我々に価値を与えてくれる。違うわ、それは。私は強化、危ない。強化とあなたは同じじゃない。あなたはただの操り人形よ。不安や迷いなら私にだってあるわ。だけどあなたみたいにただ利用されて生きるくらいなら、不安を抱えながらでも自分の足で生きる方がずっと価値があるに決まってる。重ね、ざれ事を重ねようとお前の本質は変わらない。お前自身が一番よく知っているはずだ。そうね、分かっているわ。私はきっとこれからも不安に怯えて震えながら生きていくんでしょう。でもそれでいいの。重ねのおかげで気づけたわ。この不安は私が操り糸を断ち切った証なのね。私はもう自分の足で歩き出した。ポープ博士の記憶があろうとなかろうと、私は私なの。自らの意志で未来を選んだ時から、私は強化という一人の人間になったんだわ。彼女の身柄はスオウの然るべき相手に引き渡したわ。トゲツ残党のことは政府に任せましょう。さて、これでやっと心配事が一つ片付いたわね。強化、気分はどう？私はやっぱり不安ね。でも嫌な気分ではないわ。この不安も私の一部だって分かったから。重ね、この間の占い師のこと覚えている？長い列に並んだことなら覚えているわ。あんな風に占いが繁盛するのはきっと誰でも未来への不安があるからなんでしょうね。そういうものなのかしら？そういうものなのよ。不安と付き合いながらみんな少しずつ前に進んでいくんだわ。さ、私も自分の未来を占ってもらわなくちゃ。今度こそ一緒に行きましょうね。つまりまたあの長い列に並ぶのね。でも強化が元気になってよかったわ。
重ね、改まって言うのもなんだけれど、これだけは覚えていてほしいの。あなたがどこにいて、どれだけ離れていても、私はあなたの幸せを願っているわ。ありがとう、京花。こちらこそありがとう。あなたがいなかったら、私はこんな気持ちになれなかったもの。